どうも皆様、お久しゅうございます。寒いので、風邪をひかないよう気をつけてください。それでは。たったそれだけかい。今回は、これを使いたいと思います。伸びる、キビテンジャラシ。早速、この猫じゃらしで、遊んでみたいと思います。くんくん、匂いを嗅いでます。今さっき、ビフテキ丼を食べたせいか、全く、お腹が空いてないみたいです。猫じゃらしには、興味がないので、とりあえず、大好きなパプリカを食べさせます。そして、このエビ天くんに、大量の、パプリカエキスを浴びせます。食いついてきましたね。福太郎、お前は今日から猫だ。この猫じゃらしに、思いっきり飛びついてくれ。頼む。かわいそうなので、この辺でやめときます。うぷ主の、変な試みに付き合ってくれたので、福太郎に、パプリカを贈呈したいと思います。福太郎、今回もありがとう。どんな手を使っても、モルモットが、猫みたいに、飛びつくのは、難しいかもしれませんね。だが、それがいい。今回も、最後までご視聴、ありがとうございました。